花園リゾートへ。皆さん、花園といえばスキー場ご存知ですよね。もうニセコの中でも一番ね雪が降る地域で有名ですが、その花園がなんと夏も楽しめるようになりました。冬、皆さんの間で好評でしたバグジャンプ、あのスキースノーボードでこうね滑ってって飛んで、それが夏もマウンテンバイクとスキーとスノーボード、すべてのエアトリックができるバグジャンプできるようになりました。その他ですね、サマーチュービング、スパイダーウェップ、それからキッズスライドなどなど含めた全16種類のアウトドアアクティビティがここでは楽しめちゃいます。それではね、その中の何アイテムかをちょっと紹介していきましょう。はい、こちらは花園のですね、マウンテンバイクスキルズパーク。マウンテンバイクを乗ってさまざまなアイテムがあるので練習がねできちゃいます。技術の習得上達などにもってこいのパークです。見てください、いろんなアイテムがあるんですよ。シーソーとかこう丸太渡りとかね、バランス感覚が養われるんじゃないでしょうか。そしてそんないろんな人に楽しんでもらえるように、こうカーブを描いたり山を乗り越えたり、あっちなんてね、ジャンプを上達したい人にはもってこいなんじゃないでしょうかね。山を見てジャンプして、緑に囲まれて、マウンテンバイクパーク楽しいですね。はい、ウェイクボードパークにやってきました。見てください、こんなに天気いいですよ今日。じゃあ早速挑戦したいのですが、その前にウェイクボード隊長のアッキーさんに来てもらってます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日は頑張ってください。ありがとうございます。でもウェイクボードって言ったらボートでこうね引っ張ってもらってやるものですよね。そうですよね、多くの皆さん、船で引っ張るタイプを頭に思い浮かべると思うんですが、うんうん、こちらはですね、こういったケーブルを使って引っ張るタイプのウェイクボードになってます。ケーブルなんですか？はい、ケーブルなんです。このシステム実は日本初登場です。日本初？はい、日本初です。これ日本初なんですよ。何が違うんでしょうか、ボートとこのケーブル。そうですね、ボートですと大きな場所が必要です。海だったり湖だったり、ただこのケーブルシステムですとこれぐらいの、そうですね、100メートルぐらいあればできちゃうんですね。お手軽なんです。これ行ったり来たりするんですか？じゃあ、そうですね、行ったり来たりしちゃいます。ちょっと想像がつかないんですが、やらせてもらってもいいですか？はい、今日はぜひ体験して帰ってください。まあ、準備万端で来たんですけども、あの見本も後で見せてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。すごい、うわ気持ちいい。水の温度もちょっと冷たいけど、暑い夏にはもってこいですね。じゃあアッキーさん、はい、見本をお願いします。わかりました、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ行ってらっしゃい。ですね、なんか水上のボード、ウィンウィンウィン、多分イラッとしますがお願いします。
いやー、キー先生、はい、どうでしたか、私のライディング。いやー、見事に立ちましたね。ありがとうございます。よかったと思います。ありがとうございます、はい、なんか初めてこれやってみたんですけど、簡単って、最初ちょっと手こずったんですが、はい、すぐ立てますね。そうですね、船で引っ張る場合ですね、このワイヤーの出所が低いんですが、このケーブルすごい高い位置にあるんで、上から引っ張られるんで、すごく立ちやすいんですよね。なので女性の方とか力のない方でも非常に立ちやすいと思います。いやー、ほんと水もね気持ちいいですしね、暑い夏にはもってこい、ね、暑い日はぜひ涼みに来てくれ、いいですね、いただけると、いいですね。皆さんお待ちしてます。来てくださいね。はい、いろいろさまざまなアクティビティやってきましたが、いかがでしたでしょうか。ニセコの花園リゾートでは、こちらの素敵なスタッフが皆さんのお越しをお待ちしております。来てくださいね。待ってます。